よし、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。ちょっとお久しぶりですね。最近は全然時間なかったので、でも今日は大体暇です。それで今日のレビューは、このグレイ・ゴースト・ギア、カイロ・オバケ・ギアの、SMC ・アサルト・パネル。このパネルはプレートキャリアの後ろに捕まえて、プシッとそのままで、後ろの人が取れる。よくあるの問題は、いっぱいの人はプレートキャリアに買って、よくこのジッパーとかいろいろ見ると、ああ、後ろのプレートは絶対何か使えないといけないと、僕アメリカのグループに見たことある。これを買って、プレートキャリアにつけて、フラッシュバング グレネードをこっちに入れて、プレートキャリアにつけて、と、OK。このドア前に手榴弾、フラッシュバングが必要。それは絶対使い技が全然違うですから。これは後ろの人は、絶対チームが必要なものです。チームはあれば、ドアの前に前の人は、あ、こっちでフラッシュバングしようと OK。それで後ろの人が、OK。自分で使えないのもの、それはチームの使えるのものです。つまり。これは、フラッシュバングとか、マガジンでも入れる、それくらいが必要ないと思うんですけど、だいたいフラッシュバングだけでいいと思う。でもちょっと大きいの、エラスティックが入ってるから、マガジンでもできます。それもちょっと便利ですけど、このマジックテープはちょっとだけ、まあ、フェローコンセプトの、パネルがもうちょっと好きですから、それ、悪いやつがそのままで部屋に入ってると、ああ、もうすぐ誰かが来ると、このドアにみんなが見てると、いきなり、マジックテープの音、タン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 、壁からやられるから、ちょっと大変と思いますよね。でもこれは取れるんだけど、この絵で後ろのマジックテープに入ってるこれ一発に取って修理団はこっちに行って速い動きじゃなくて落とさないと思うですよね。でもそんなに大変じゃないけどちょっとだけ気にならない。あ、それとこのフラップが絶対長いから使えないの時こっちに入れるのが使いやすい。それはこっちにもテープとかいろいろできますので、バーン、簡単さ。手榴弾3つ、こっちのポーチは、このクラムシェルのデザイン。もともとクライプリシジョンみたいなスタイルで、よく開けると、それで、クレイモアとか、ブリーチングチャージとか、いろいろ入れるものは、こっちで簡単にできます。それが、カッパーでも、小さいのカッパーとか、風のジャケットを入れたら、すごく便利ですね。もう大体、ブリーチングのためですよね。この、上の方はこっちのフラップがあるで、これは超マジックテープ痛い。すごくマジックテープ、なんだか3インチ、4インチぐらいのマジックテープ。本当に多いですね。僕はもうちょっと半分ぐらい、30% なればあまり問題ないと思うんですけど、こっちで、はい、フラスクとかなんとか、水袋とか入れたら問題ないです。でも、すごく強い。何か必要なれば、ちょっと問題ですけど、後ろの方、下の方で、このフラップがあるので、これを開けたら、なんとか、フレゲンツールとか長いやつは、上から、出られます。それから、スリーブも、ブリーチングアーム。もうできますよね、正確に。でも、それで入ってるもの、後ろから、上から下までよくできます。でも、もしかして、ボルタルカッターに使ってるなら、これにも入れて、このフラップもあります。このマジックテープにまた締めて、そのボルトカッターは上から入れて、こっちに安全にセッティングできる。それで落とさないのためですよね。
後ろの方にこの森の2つ2個2個つまり4個ぐらいですよね。それでちゃんとセッティングして、あとにはジッパーに使って、グレーゴースギアですけど、クライプレシジョンのプレートキャリアと同じは使ってもいいですよね。例えばこれをちょっと邪魔、ちゃんと準備してないのに、これは SPC のプレートキャリアだけどさ、上からジッパーに入れて、これはつまり証拠ですね。お、色が違うけどちゃんと入ってますよね。それで暗いのプレートキャリアちょっと使いやすいと、暗いのパネルはすごく高いですから、なんだか2万以上3万円ぐらい、それはアメリカの値段、日本の値段がせっかくにもっともっと 200%、300% の値段ですから、これはもっとアメリカの値段でも1万2000円ぐらい、それでちゃんと安い、便利なやつと暗いでも使えるから、いいやつですね。それはだいたい必要の情報全部ですよね。ただの問題はこっちのマジックテープ多い、こっちにもマジックテープをつけてると、まあちょっとだけ使いにくい、これなしでなんとかバンジーのとかエラスティックバンドとか何か別の使ったらもうちょっと使いやすいになると思います。ジッパーがそんなにうるさくない。これでちゃんと静かから。その2つだけ。これが本当に好き。このボルトカッター、いろいろのできるのやつが、やっぱりいいと思います。つまり、そんな感じです。もうちょっと安いから悪くない。チームに使ってる。と、いらないの時にプレイティカリア取れるの方がいいですよね。ただ、1人だけの何とかしてる、トレーニングしてるの時にあまり必要ないんですけど、もし必要の時、すごく便利なやつですね。じゃあこのビデオはだいたいそのままで、じゃあ皆さんお疲れ様です。いつものビデオ見るよう、ありがとうございます。ご来店、水に来て、なんとか日本語、つまりありがとうの意味けど、難しいの言葉で素晴らしいですね。じゃあお疲れ様です。じゃあ今度のビデオ、皆さんお疲れ様です。ピュー